ちは。こんにちは。うん。ヨガ講師です。ヨガ講師。ヨガは、いいよね。興味あります。すごいこう、全身を使って。全身。動かしたり、すごい伸びるし、伸ばしたりして気持ちがいい。うん。やってみたい。全身が伸びるし。全身伸びる。動くし。動く。そういうのだよね。こう心も、すごく良くなるのよね。いいな。そういうのを一緒にやっていこう。ありがとうございます。そういうのが、ここです。ここ。じゃあまず、こう、手を動かしたりするとか、足を動かしたりするとか、いうのを持ってると思うんだけども、思ってます。もちろんそういうのある。こういうポーズとか、こういう風に動かすといいよ、なんていうの。あるんだけど、はい、もっと自由でいいと思うんだ。もっと自由でいいんだよ。自由な、はい、あなたの中にこうある、こうしたいな、ああしたいなっていうの、そういう心をこう出していこう。自分の感じで難しいく、そういうヨガがあってもいいんじゃないかなって思う。そういうヨガやってみようか。今あなたの心の中にこうあるやつ、こういうのだっていうのを、いや、やってみよう。あんまり、その気持ち、そのままでやってごらん。あんまりないんですよね。思ってなるでしょ。思ってなるよ。それよ、それ。そうしてごらん。どうすればいいのかな。そうしてごらん。どうすればいいんですか。もっと、いいんですよ、自由に。例えば、そうだな。こうやったり、あやったりって、いうその、がんじがらめの思いを解き放ちたいと。ないんですよね、あんまり。思いの形、ポーズ、自由のポーズ、今思い浮かべて、自由のポーズの思い浮かばないな。自由のポーズがあるよね。それをどれ、そうしてごらん。どれ、どうしたらいいの。そういうのをしたい。チャンネル登録ボタンあるよね。チャンネル登録ボタンをどうしたいっていう思いがあると思うんだ。その思い出して、チャンネル登録ボタン、そうしてごらん。